皆さんこんにちは、荻上チキです。今日は接触についてお話したいなと思います。接触というのは物と物とか触れ合うことですけれども、人と人とが触れ合うというような、そうした抽象的な言葉でも使われますよね。で、なんで接触の話をするのかというと、インターネットであるとか、それからテレビであるとか、いろんなところで皆さんは様々な人に対する偏見や攻撃が目に留まるということあると思うんです。具体的には、特定の人々に対するヘイトスピーチであるとか、特定の人々に対する排除的な言説であるとか、そうしたものの日常的にご覧になっていると思うんですね。で、そういったようなその攻撃的な感情や、あるいはその排斥的な行動というものをどうやって減らすことができるのか、そもそも人が誰かへの攻撃心とか偏見を抱かないようにするためにはどうすればいいのか、このことについてメディア論や心理学というものはいろいろな研究を重ねてきました。そうした研究の中で作られた言葉というのが接触仮説というものなんですね。接触仮説というのはどういうものなのかというと、人がその属性を持った人とあらかじめ接していれば、そこには偏見が生じにくい、あるいはそうした人と接すれば接するほど偏見などが取り除かれていくというような、そうした仮説なんです。一見すると単純すぎるように見えるかもしれないんですが、しかしながら様々な研究によってこの接触仮説には一定の根拠があるということが見えてきました。つまり、もともと日常的にある属性を持っている方と接している人というのは、その属性に関するステレオタイプが気づかれにくい面というのは確かにありますよね。まあ、例えば世の中には様々な偏見であるとか、あるいは攻撃心というものが存在するわけです。女性は感情的だというような偏見もあれば、男性は攻撃的だというような、そうしたような偏見というのもあるわけですね。でも日常的にいろんな人たちと接していれば、まあ、感情的でない女性もいるし、攻撃的でない男性もいるし、それはもう個人差だねっていうような仕方で、ステレオタイプや偏見というものを取り除く準備が実はできているということになるわけですね。で、接触していてももちろんステレオタイプなどは芽生えるということは起こりうるんですけれども、その際にリフレーミングすることによって、あなたの人生を振り返ってみてください。あなたがこれまで接してきてきた女性は全てそういった人でしたか？男性は全てそういった人でしたか？そのように聞くと、いや、そうじゃない人もいるというようなことに気づくということが起こり得るわけですね。つまり、そういったようなその接触によって、様々な情報というものを摂取することがとても重要であると同時に、いろいろな感情というものを自分の中に育てることによって、偏見などを取り除くということができるということになるわけです。で、この接触仮説なんですけれども、さらに様々な研究が広がってきました。この接触仮説、もともとどういった時に接触効果が生まれるのかということを議論するときには、やはり具体的に接していること、あらかじめ知り合いを作る、友人を作る、身内にいる、職場にいる、そうしたの状況を作ることが大事なんだということが着目されていたんですね。ところが、これまた研究の発展によって、この接触には、間接接触であるとか、拡張接触であるとか、それから仮想接触というようなものも、実は効果があるんだということが言われてくるようになったんです。どういうことかというと、例えば、自分の知り合いがどこかの国に留学していて、その知り合いがその国のことをいろいろと教えてくれる。で、間接的にそこの国はこういった人たちがいたんだよって話を聞くと、そこに対する様々なステレオタイプというのが取り除かれるということにもなるわけですね。もちろんこれは伝える人が誤ったステレオタイプを伝えることによって、ステレオタイプを生むというような効果でも当然あるわけです。しかしながらそこで具体的な、例えばボブという人がいてね、ジョンという人がいてねとか、例えばリーさんという方がいてねとか、様々な方の話をしてくれることによって、あ、そういった人がいるんだという個人名を知ることになる。そうすると、何々人ではなくて、何々さんの友人の何々人でもある何とかさんというような形で、その人のことを理解するという、そうしたようなルートというのがその人の心の中にできるわけですね。そういったようなその間接的な接触というものが、その人のステレオタイプの形成のされ方に対して、まあ、ポジティブな影響を与えるというようなことも分かってきているわけです。拡張型接触とか仮想型接触って何なのっていう話なんですけども、これは今言った話というのは、友達経由とか知り合い経由でその話を聞くということなんですけども、実はメディア経由でそういった話を聞くというのにも効果がある。いやいや、メディア経由ですらなくて、例えば想像上でその国の人と接した場合どうなるだろうなっていうことを真面目に考えるというようなことをするだけでも効果があるということが分かったんです。メディア経由ということを言うと、例えばネット上で様々な国外から来られた方々のアカウントがとてもポジティブな内容を発信していた。そうすると、このアカウント面白いな、何々人面白いなではなくて、このアカウントのこの人面白いな、この人なんとかっていう国から来たんだ、へえっていうような格好で、その相手を理解するという、そうしたパスなどがいろいろできることによって、ステレオタイプに対してのポジティブな影響が起こるということになるわけです。また、仮想接触といって、自分の例えば、
想像の中でもそうした方と接した場合はどうなるんだろうということを考えてみる。仮に例えば聴覚障害、視覚障害者の方と駅でお会いした時にどんなお手伝いができるかなっていうことを少しこう立ち止まって考えると、そうした方々と接触するためのいろんな準備もできることになりますし、その人たちの日常というものに対して思いを馳せることによって、まあ、ポジティブな感情であるとか、あるいはポジティブなコミュニケーションにつながりうるということがあるんですね。この接触というのは当然ながら一般的な傾向であって、悪い効果が発揮される接触というのもあるし、人によってはどの国に行ったんだけど本当最悪だった、あの国にはもう行きたくない、あの国の国民と話したくないというような、そうしたような悪い感情を受けてしまう方も当然います。なのでこの接触仮説というのは、接触に加えてどのような条件がポジティブなコミュニケーションにつながるのかというさらなる研究にこうつながっているところがある。だから今ではただ接触すればいいわけではないよねっていうようなエクスキューがついている面もあるわけです。しかしながらそうしているのは、こうした接触のあり方を考えること、そして接触をよりするというようなチャレンジを繰り返すことによってポジティブな影響というものを獲得できるというようなことが指摘されていることなんですね。皆さんも例えばこの YouTube チャンネルをはじめとして、いろんなメディアで様々な世界のことを学ぼうとされていると思います。いろんな世界のことをより知ろうというふうに思っている。それはなぜ知ろうと思っているかというと、そうしたものに対するステレオタイプを自分の中から取り除き、そしてステレオタイプが存在しない社会を目指すことは良いことだと思っているからだと思うんですね。こうしたその接触のあり方について研究をしている分野、メディア論や心理学、社会心理学などいろんな分野での発展というものがあります。皆さんも日常の中でどういった人と接触することによって、どういった人に対するものの見方が出てきたのか、どういった人と接触することによってどういった考え方が自分の中に生まれてきたのかということを振り返ってみるのもいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。